ファン必見社内から届けられた平野翔、神宮寺勇太岸優太の癒しの一枚忙しさの中でもファンを忘れないナンバーアンダーライン愛のメンバーが見せる親しみやすさの秘密11日のロッキンフェスティバルやドームチャリティーといった大きなイベントを控え彼らのスケジュールは過密を極めているにもかかわらずその間に見せるリラックスした表情やちょっとしたユーモアを交えた投稿は 彼らがプロフェッショナルであると同時に、ファンとの距離を縮めるための努力を惜しまない姿勢を物語っている。この姿勢こそが、彼らのファンが、本当に最高な人たち、と称賛する理由であり、元気をありがとう、と感謝の言葉を送る理由でもあるのだ。n o ア i のメンバー3人が、リハーサルスケジュールで多忙を極める中、社内から送ってくれた面白い写真は、彼らのファンにとって何よりの喜びであり、 癒しのひととときなったその日、平野翔と神宮寺優太はそれぞれの個性を生かした自撮り写真を Instagram のストーリーズに投稿し、瞬く間にファンの間で話題となった。神宮寺はカメラに向かってまっすぐに視線を送り、おはようとシンプルな挨拶を添えている。一方で平野は、おはようございます半分眩しいとコメントし、笑顔の写真を公開したが、その写真は、日光が顔の半分にだけ当たり、 なぜか顔が下膨くれになる加工が施されていた。この二人の投稿は、彼らの絶え間ない遊び心と、ファンとの距離を縮める努力が感じられる瞬間だった。X、旧ツイッターでは、彼らの投稿に対するファンの反応が即座に現れた。セクシー神くん、スライム翔くん、この一枚で元気が出る、お餅ちの妖精、相変わらずの彼氏感など、ファンからの称賛の声が次々と寄せられた。そして、 いずれも同じ車内で撮影されたと思われることから、ファンの間では、移動中かな、忙しい中ありがとうメンバーお揃いなのね、岸君も見せてほしいな、といったコメントも見受けられた。ファンは、彼らの日常の1コマを垣間見ることができるこのような瞬間を大切にし、また、それを共有してくれるメンバーたちに対して深い感謝の念を抱いている。このように、平野翔、神宮寺優太、 そして岸優太という三人のメンバーがそれぞれに魅力的なキャラクターを持ち、その相互作用によって生まれる、ギャップは、ファンにとってたまらない魅力となっている。彼らが見せる、相変わらずの彼氏感や、時には可愛らしい一面を垣間見せることは、ファンにとっての大きな喜びであり、その存在はまさに、底がない沼とも言えるだろう。さて、このようなメンバーの投稿が話題になる背景には、 彼らが普段からどれほどファンとのつながりを大切にしているかが大きく関わっている。平野、神宮寺、そして岸の3人は、忙しいスケジュールの中でも常にファンを楽しませることを忘れず、SNS を通じて自分たちの近況を伝えることに努めている。これは単にエンターテイナーとしての責務ではなく、彼ら自身がファンとの絆を強く意識しているからこそできることである。こうした彼らの活動の背景には、 もちろんファン一人一人への感謝の気持ちがあるが、それと同時に、彼ら自身がこの、つながりを楽しんでいる様子も伺える。日々のリハーサルやステージパフォーマンスでのプレッシャーを感じつつも、その合間に見せる彼らの姿は、まるで親しい友人がふとした瞬間に送ってくれるメッセージのように、親近感を抱かせる。これこそが、彼らがファンにとって特別な存在である理由であり、彼らがどれほど愛されているかを物語っている。 さらに、3人が一緒に社内から投稿を行ったことも、ファンにとっては非常に意味のあることである。それは、彼らが常にチームとして行動していること、そしてそのチームワークがどれほど強固なものかを示している。このような瞬間を共有してくれることは、ファンにとっても喜ばしいことであり、彼らの結束力がファンにとって安心感を与える要因となっている。また、このような日常の一コマは、 彼らがどれほど自然体であるかを示している。彼らは決して完璧であろうとはせず、むしろその不完全さや人間らしさを見せることで、ファンに親近感を与えている。例えば、平野が見せた、顔が下ぶくれになる加工写真などは、そのユーモアを通じて、彼がどれほどリラックスしているか、そしてそれを共有したいと思っているかが伝わってくる。これに対し、神宮寺の投稿は、 彼の真剣さと優しさが垣間見えるものであり、その一枚一枚に彼の思いやりが感じられる。彼はいつもファンのことを考えており、その思いが彼の投稿から滲み出ている。このような彼の姿勢が、多くのファンに安心感を与え、彼らの信頼を得ているのだ。もちろん、騎士もまた、彼の独特なキャラクターでファンを魅了し続けている。彼の天真爛漫な性格と、 時には真剣な表情を見せるそのギャップが、多くのファンにとっての魅力となっている。ファンは、彼の自然体でありながらも魅力的な姿に心を奪われ、彼が見せるどのような瞬間も見逃すことなく楽しんでいる。つながりをどのように大切にしているだろうか。私たちの日常生活は忙しく、時にはストレスに押しつぶされそうになることもある。しかし、その中でも、友人や家族、 同僚とのちょっとしたやりとりや笑顔を忘れずにいられるだろうか。平野、神宮寺、岸の3人が示してくれるように、たとえ忙しい中でも、ほんの少しの時間を割いて誰かに声をかけたり、笑顔を見せたりすることが、私たちにとっても大きな力になるのかもしれない。彼らの行動は、決して特別なことではなく、私たち一人一人が日常の中でできる小さなことでもある。SNS での投稿や、 自撮り写真を共有することは、今や誰もが簡単にできることだが、そこに込められた思いがどれほど大きな影響を与えるかを考えると、その行動は決して軽視できない。むしろ、そのような小さな行動が、私たちの日常を豊かにし、人とのつながりを深める大切な要素となるのだ。では、今日、あなたは誰にその小さな思いやりを示すだろうか。そして、 それがどのように相手の心に響くかを想像してみてほしい。もしかすると、その一瞬の行動が、相手にとっての大きな励ましや、喜びとなるかもしれない。そして、そのような小さなつながりが積み重なっていくことで、私たち自身の人生もまた、より豊かで意味のあるものになるだろう。ナンバー・アンダーライン愛の3人が示してくれたように、日々の生活の中でのちょっとした工夫や気配りが、 周りの人々にとっての大きな支えになることを忘れずにいよう。そして、そのようなつながりを大切にし続けることで、私たちもまた、他者にとって、最高な人たちとして記憶されるような存在になれるのではないだろうか。日々の忙しさに追われる中でも、ほんの少しの時間を使って、周りの人々との関係を築き、深めていくことが、どれほど大切であるかを改めて考えてみたい。平野、神宮寺、 岸の三人が私たちに教えてくれたその大切さを胸に刻みながら、私たちもまた、自分自身の日常の中でそれを実践していけるようにしたい。このように、私たちの日常生活の中でも、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが示してくれるような小さな気配りや思いやりを大切にすることが、人間関係を豊かにし、人生をより充実させる鍵となるのだろう。彼らが日々の活動を通じて伝えてくれるメッセージを受け取り、 それを自分自身の生活の中でどのように活かすことができるかを考えてみることが、私たちにとっても有益なこととなるだろう。そして、最後にもう一度問いかけてみる。あなたの日常の中で、誰にどのような思いやりを示し、どのようにしてつながりを築いていくだろうか。その一つ一つの行動があなた自身の人生を豊かにし、他者にとっての喜びとなることを願ってやまない。このように、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、それぞれが独自の個性を持ち、それが組み合わさることで、ファンにとっての大きな魅力を生み出している。彼らの活動は、単なるエンターテインメントにとどまらず、ファンとの深いつながりを大切にする姿勢が、彼らの人気の秘密である。そして、そのつながりは、彼らが日々の投稿や活動を通じて、ファンに感謝の気持ちを伝えることでさらに強まっているのだ。ファンは、 彼らの投稿を通じて、彼らの日常や素顔を知ることができる。そして、その瞬間瞬間が、ファンにとっての喜びとなり、彼らの活動を応援し続ける大きなモチベーションとなっている。彼らの姿勢や行動は、まさにファンとの共感を大切にするものであり、それが彼らの魅力をさらに引き立てている。これからも、彼らの活動がどのように進展していくのか、 そしてどのような形でファンとのつながりを深めていくのか、ますます目が離せない。彼らが見せるギャップやファンとの親密な関係が、どのように進化していくのか、その未来を楽しみにしながら、私たちは引き続き彼らの活躍を見守っていきたい。